ちばちゃんの競馬人生。どうも、ちばちゃんの競馬人生、ちばちゃんです。さあ、秋華賞の開目発表、もう買いました。まあ、ただ5000円だけ買っていますので、明日もっと増やすと思います。とりあえず今日の段階での5000円と、前回ですね、毎日王冠と京都大賞典の方で購入馬券紹介って言って5000円ずつ単勝買ったんですけど、まあ、せっかくね、予想動画で、まあ、前日に上げてるんで、まあ、本来僕はこれしか買わないって決めてるんですけど、まあ、この予想動画ではちょっと、まあ、別の、買い目をしようかなということで、3連単買ってきました。ってことで、秋華賞の本命早速いきたいと思います。秋華賞の僕の本命は、10番、ボンドガールです。今日の時点での本命なので、明日になると全然変わるかもしれません。僕が買った馬券はですね、ボンドガール単勝1000円と、ワイド、ステレン、チェルミニアと、ボンドガール1000円と、3連単、軸2頭流しマルチで、ボンドガールとチェルミニアで、相手にミヤネーロ、コガネの空、ランスオブクイーン、ステレンボッシュ、セキトバイースト。これで、土曜日の馬券購入してきました。まずやっぱボンドガールはですね、まあ、サウジアラビアロイヤルカップとニュージーランドトロフィーはもうめちゃめちゃ折り合い書きながらの2着だったんですね。で、NHK マイルカップはもう直線で致命的な不利を受けました。だからここら辺はもうほんと度外視してよくて。で、距離を伸ばしたクイーンステークスは万有利展開を追い込んできたの2着だったんですね。で、これが4角2桁の馬が、このボンドガールの次に着順良かったのが9着のラ・デュエルで、上位に入ったのもコンクシェル、スタニングローズ、アルジーヌとか、まあ、この前に行った馬たちが、勝ち馬から 0.2 秒差で着外に残ってるんで、金量の恩恵はあったかもしれないですけど、展開的には後ろに不利な流れ。だって、ウンブライルとかさ、ドゥアイズとかも、後ろから外回して全然伸びてこなかった、モリアーナとかも、の中で足を余しながらの2着は十分評価できる内容だったのかなと思います。で、まあ、金量の恩恵もあったかもしれないので、前走のシオンステークスは僕は一応買わなかったんですけど、まあ、直線、まあ、控えて直線伸びてきたの3着と、で、これもめちゃめちゃ前有利だと思うんですよね。前に行ったクリスマスパレード、そして4着に入ったレイククレセント。このレイククレセントっていう馬が1勝クラス勝ててない馬なので、その馬が4着に残れるってことは、まあ、やっぱ前有利の、ペースはめちゃめちゃ速かったですけど、前有利の馬場と流れだったと思います。このレースもそうだけど、4角2桁着順から伸びてきてるのって、まあ、ほんとこのボンドガールとミアネーロぐらいしかいなくて、で、まあ、ボンドガールとミアネーロを前走では同じぐらいの評価をしていいかなと思ったんですけど、ミアネーロに関して言えば、かなり中山校舎感が強いので、で、どっちかというとボンドガールは、この洋芝のクイーンステークスでも2着入れたりしてるし、距離を伸ばしてきても、パフォーマンス落としてないので、かなり面白い一頭なんじゃないかなと思います。ちょっと風をうっすら引いてしまいました。寝るか動画を撮るかの2択でめっちゃ迷って動画を撮ってます。偉い！で、折り合いに不安がある馬なので、後方からにはなると思うんですけど、まあ、それでも、過去の秋華賞を見れば、結構後方待機からでも、外差しバンバン決まってるので、ただ今日の馬場を見てると、結構前有利だったなって思いましたけど、10レースから、KI サンデラか、逃げ切ってたし、ちょっと前の方が良さそうかなとも思ったんですが、まあ、それは明日、明日の馬場見て、これは全然買わない可能性もあります。ただ今日の段階で、ボンドガールは買っておこうかなということです。んで、折り合いに不安、言ったな、これな。折り合いに不安言ったな。で、ダイワメジャー3区の2000メートル以上は重賞勝ってないんですけど、まあ、シゲルピンクダイヤかなが、2000メートルの重賞で、着内入ってますし、まあ、秋華賞もね、3着入ってますし、それで言うと、この馬も前走シオンステークス2着、3着入ってるし、クイーンステークスも2着入ってるので、まあ、そこのなんかもうダイワメジャー3区だから、うんたらこんたらみたいなのは、別にもうこの馬には当てはまらないんじゃないかなと思いますね。初めての2000メートルとかだったらそれで嫌ってもいいと思うんですけど、別にもう前走2000使って3着入ってるし、でしかもそれが、前有利の流れ、前有利の展開、前有利の開幕週の馬場で入れてんなら、今回の京都ならもっとパフォーマンス上げてもいいのかなと。思います。で、相手に今一応チェルビニアしちゃうんですけど、これまあ一応僕がこの間上げた前頭診断の動画で A 評価にした2頭ですね。まあチェルビニアも当然強いです。はい、もう分かりきってますよね、チェルビニア。今更チェルビニアについて語る必要あるんかなって思うんですけど、まあチェルビニアは、まあ2走前の
桜花賞は、まあ、本当直線で何回もね、ぶつかったり、なんかもう、しかも2歳の頃からの急な半年以上の休み明けからの G1 は、イクイノックスですら2着に負けてるようなローテーションなので、まあもうしょうがない。さすがにね、2歳の重賞勝ちからいきなり G1 はさすがに難しいと思うので、まあ度外視していいのかなと。ただ、前走のオークスで、過剰人気してんなと思って僕は一応切ったんですけど、まあ、結局突き抜けてしまいました。で、そのオークスを、ちゃんとこう僕は何回も見たところ、まあオークス見る限りはステレンボシよりも、チェルビニアの方が強いんじゃないかなという判断で、対抗にチェルビニアですね。で、プラス、その流れで、クイーンズウォークは、チェルビニアとステレンボシよりも力が劣るんじゃないかなということで、今回は相手にも入れておりません。じゃあなぜそのオークスで僕がシェルミニアの方が強いと思ったのかというと、この、まあ、あの時の東京は結構うちが荒れてきてはいたんですけど、まあ、外を終始通したチェルミニアっていうのはやっぱロスも多く強かったと思うんですよね。東京の芝 2400m でやっぱ内通った方がいい舞台なので、でステレンボッシュは終始内を通してロスなく、結構直線もね割とスムーズに前開いて、戸崎の上騎乗だったと思うんですけどね、それで負けちゃうあたり、やっぱチェルビニアのが距離を伸ばした舞台ではチェルビニアの方が分があるのかなと。だってさ、ステレンボッシュマイルでアスコリピチェーノと全く互角の話しりができるんだぜ。アスコリピチェーノをめちゃめちゃ強いとするのであれば、そのアスコリピチェーノとマイルで互角以上にやれてるステレンボッシュってマイルの馬なんじゃないかなっていう可能性があるし、まあ、今回大外枠入ったので、まあ、有利ではないと思いますし、まあ、チェルビニアの方が評価できるのかなと思います。まあ、ただね、右回りのトリッキーな京都の内回りをこなせるかどうかは分かりません。そこはやっぱりね、チェルビニアには難しい課題にはなると思うんですけど、ここでも突き抜けるようであれば、かなり今後の G1 戦線でも期待になる一頭なんじゃないかなと思います。まあ、これ決闘だけで言うと、ハービンジャーサンクって結構来てるんですよね。ハービンジャーサンク結構来てるし、欧州系、バゴ、クロージョンジヌシスとかもね、来てるし、まあ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 、まあもうそ、あとね、右回りがもし下手だったとしてもね、結局ね、乗ってんの誰ですかって話ですよ。クリストフのルメールですから、関係ないからね。100% で、右回りが苦手とか、この過去に京都の内回りの 2000m 走って大敗してるとかなら、嫌ってもいいかもしれないけど、やっぱ 2000m 距離を伸ばしたこの舞台に関して言えば、まあステレンボッシュよりもチェルミニア、まあ2000ならステレンボッシュもやれるってもおかしくないかもしれないですけど、やっぱ枠厳しいかなっていうところがあるので、対抗チェルミニアで、3列目の、ミアネーロ、コガネの空、ランスオブクイーン、ステレンボッシュ、セキトバイスト、これが、まあ、ミアネーロは、まあ、やっぱ中山校舎感が強いんですけど、やっぱ前走のシオンステークスはかなりやっぱうち、前売りの展開を指してきての2着とかなり強い内容だったっていうのと、まあ、コガネの空はまあ、やっぱ実戦コバに相手に勝ってる、まあ、2着はモンドガールでしたけど、コバ相手に勝ってるのは非常にいいところだけど、ただね、そのパンパンの両馬場で早い上がり勝負みたいな、33秒台みたいな早い上がりが求められる勝負になると、小金の空はちょっと分が悪そうなので、まあ相手までかなというところですね。まあ、ペース次第では上がりがかかる展開になれば、小金の空はかなり大チャンスだと思います。で、ランスオブクイーンも先行力あるし、前走の負けは度外視していいし、結構ね、その前走を戦った相手が結構ね、骨っぽい相手というか、その次走、2着入ってる馬もいたし、その3勝クラスに上がってね、いたし、まあ割といい相手に、しかも内有利の馬場を大外通してのものなんで、で、まあ、あそこで負けたからといって別に評価をそんな下げる必要ないなと思ったので、2走前の勝ち方と3走前のオークスの走りがかなり強かったので、まあ、クイーンズウォークぐらい走れてもおかしくないので、なら、おつみ読み的に、ランスオブクイーンは買うべきだなということで、ランスオブクイーンと、まあ、ステレンボッシュは、まあ、普通に強いですね。で、セキトバイストは結局やっぱ競馬前ですから、もう前有利ですから、逃げるという馬はもうね、問答無用で買っておいた方がいいなっていうのが、ここ最近の僕の予想でもあるので、その本命対抗で買えるかどうかはちょっとわかんないですけど、まあこの3連単の、2軸2頭流しマルチの、まあ紐には入れていて面白い1頭なんじゃないかなということで、セキトバイストは入れさせていただきました。ということで、僕の、今の土曜日の段階での本命が、10番のボンドガール、対抗が5番のチェルミニアですね。まあ20丸丸黒三角っていう風につけるとしたら、20丸ボンドガール丸チェルミニア黒三角ランスオブクイーンって感じですかね。一応4番手にランスオブクイーンかなって感じ。あ、3番手か。3番手ランスオブクイーンで4番手小金の空。まあそっからはまあもう、なんでもいいかなって。
ってな感じでございます。さあ、この土曜日の、ここ本編で当たんなくてもここで当たってたらいいかなって思うので、この予想土曜日の段階での馬券で当たってればそれはそれでいいかなって思うので、どうか神様モンドガール様当たりますように。さあ皆さん、これが参考になったかどうかは分かりませんが、ぜひクイーンズウォーク買ってください。僕買わないので。それでは本日もご視聴ありがとうございました。